はいどうもこんにちは、キリンです。えー、今回はですね、弁護士 YouTuber vs 税理士 YouTuber vs 会計士 YouTuber ということなんですけど、まず一言言いたいのは、まあ、いつまでやっとんねんっていう、はい、ことですね。まあ、これは僕にも言えることですが、はい。で、なんかですね、まあ、弁護士 YouTuber さんの動画に対して、まあ、税理士 YouTuber さんが、えー、ものすごい怒ってる。はい。で、会計士 YouTuber さんもちょっと、あのー、釘を刺してるみたいな、 状況です。はい。で、あの、各事業が、まあ、どういった専門分野になるのかっていうのを、まず軽く説明するとですね、まず弁護士っていうのは、まあ、総合的な、まあ、法律ですね。まあ、六法を中心とする、えー、総合的な法律。はい。で、税理士は、まあ、税法ですね。だから、バリュー関係で言うと、まあ、バリューでお金を儲けた人が、えー、確定申告の時に税金どうするのっていう、まあ、なんか贈与税とか言われてるみたいですけど、まあ、そういうこと。はい。で、会計士は法律で言うと、えー、金商法と、 会社法ですね。 はい、なので、えー、今回の騒動でいうと、インサイダー取引などの、えー、話はまあ会計士の専門分野と言えると思います。はい、あちなみに詐欺罪とかに関してはまあ弁護士さんですね、はい、の専門分野と言えます。と、はい、いうところでなんですけど、まあ、弁護士ユーチューバーさん、久保田さんの話はまあ大体みんな知ってると思うんですが、まあえー、騒動の初っ端のですね詐欺罪にあたる可能性があると言って、えー、かなり波紋を呼びました。はい、でこれに関してまあ税理士さん会計士ささんん会計両者が言われて ているのはまあ、もっと慎重に、えー、発言すべきだったと言ってますこれは僕も同意見で過去に動画も出してますはい。で税理士さんはさらにですね、えー、もっと過激なことを言っててあの弁護士さんの発言のせいで若者の人生を壊したはいっていうことですねまあなんで今回の騒動は、えー、弁護士さんが悪いぐらいの勢いで、えー、ものすごい激怒しているというはいっていうことですね で、この方が言,言われてた発言で、僕がかなり注目したのが、えー、要するに詐欺罪に当たらないのであれば大した問題ではないという旨の発言をしてるんですよ。具体的にはですね、インサイダーまがいの取引。はい。こちらはですね、大した問題じゃないって言ってるんですよね。これ僕さっき動画見たんで、あの、間違いないと思うんですが、はい。で、ここ、この点にですね、僕はかなり疑問を 感じましたたははいいそれはどういった根拠で言っっっててるののかかいいうのがちょっとわらないですねでそう言われるならばそのインサイダーまがいの取引が問題ではないことについてもう少しあのー、素人でもわかるようにあのー、説明していただければなっていうはいそうでないとまあ弁護士さんはもうちょっと発言を慎重にすべきっていう言葉が結構ブーメランになってるんじゃないかなと僕は思いました。 でさらに税理士さんについて言うとですね、この方自身がバリューに上場しておりましてでランキング51位であると、はいあのめちゃくちゃ動画でアピールしてるんですよ。はいでこの時点でですね僕からするとこの税理士さんっていうのはある意味間接的な利害関係者と もう言えると思うんですよね。はい。要するに、そのヒカルさんの騒動によって、バリューの信用が失通して、えー、バリューにお金が回ら,く回らなくなることが、えー、この税理士さんにとっても損失となってしまうっていう、はい。っていうことなんで、まあ、税理士さんの意見が、その、客観的だとは僕は思えません。はい。第三者的な立場で、物、えー、申しているとは、ちょっと言えないんじゃないかなと僕は思っております。はい。で、 ここでですね、その会計士ユーチューバーさんが出てくるんですけど、えー、この方がおっしゃってるのは、まあ、法的には問題ないが、まあ、道義的な問題が大きいと。まあ、先ほども言ったように、インサイダー取引に関しては、専門家っていうのはこの会計士さんに当たるんですよね。はい。で、こういった方がですね、あのー、まあ、あれは、 インサイダー取引その法的には禁床法には該当しないが、実質は紛れもなくインサイダー取引であるとはい言われてるんで、ここの点に関してま税理士さんと意見が対立してるんですよね。会計士さんが言うには法的には問題がないがインサイダーまがいの取引も含めえ、道義的に問題があると言われております。はい、ということで。まあ僕はですね。まあ素人なんですけど、僕が感じたのは。まあ会計士さんがうん。まあ広い視野で述べられてて一番納得感あるなという。 はい、ただ弁護士さんに関してはその法的検知からのみあえて述べてるっていう部分があるんでまあそれはそれでその方が無難だと思うしそれでいいと思うんですけどまあ総合的に考えるとまあ会計士さんの えー、動画が一番分かりやすいし、なんか納得できたかなって感じがします。で、さらにその会計集チューバーさんが言われているのは、まあ、ヒカルさんとかバズ側、えー、ではなくて、バリュー側に、えー、大きな責任があるというような旨のことを言ってます。で、その話もすごく参考になったので、あのよかったらぜひですねあの、動画を見てみられてくださいということで、はいあの、皆さんどう思われたでしょうかということで、終わりたいと思います。登録ぜひ お願いいたします。チャンネル登録。はい。ツイッターのフォローと,あと,あと、あと、はい。お願いします。ありがとうございました。